皆さんこんばんは。ただいまですね、深夜の1時46分なんですけれども、ここはですね、深谷市のセブンイレブンに来ております。今からですね、115系電車の撮影に行ってまいります。4日間かけていきたいと思いますので、この特集もですね、4つの動画に分けて、1日ごとに分けてね、お送りしていきたいと思います。個人的にですね、しなの鉄道の115系の撮影にハマっておりまして、こういうですね、しなの鉄道の115系、つまり長野の115系というような言い方をしますけれども、その撮影はですね、一通り終わりました。そして今買った商品はですね、こちらのカフェオレ、最近ハマっている飲み物なんですけど、あとはですね、こちらののり巻きですね、はい、この、2つをですね、購入しました。で、後ろ側もですね、こういう風に、仮眠ができるようなスペースを用意しました。三脚と、脚立もですね、用意してあります。その手前にあるのは、これは水ですね。アマゾンで事前にですね、水24本入り、サントリーの天然水ですね。こちらを購入したので、そのうち8本をね、持ってきてね、できる限りコンビニとかに入って、飲み物などを購入しないように、工夫をしました。はい、ということでね、今からですね、実際新潟の方を目指していきますけど、ここから近くにあるですね、関越自動車道の花園インターというところから乗って、新潟は小出インターというところで降りることとなります。小出というのは、上越線の駅名にもありますので、聞いたことのある方もいらっしゃると思いますけど、上越線と確か只見線との乗り換え駅でしたよね。はい、ということでね、時刻は3時2分です。谷川岳パーキングエリアに到着です。ちょっとぼやけてて見えないですかね。はい、谷川岳パーキングエリアです。谷川岳はご存知ですかね。新潟と群馬にまたがる、山ですね。日本百名山。2000メートルまでには標高は至らなかったと思うんですけれども、死者数がですね、とても多くてですね、確か世界ギネスに認定されていた記憶があります。実はですね、私も谷川岳には登頂したことがありまして、天気の悪い日で、山頂の滞在時間は多分1分ぐらいだったと思いますけど、すぐ引き返して降りてしまった、下山してしまったんですけど、そんな思い出もあったりとかしてね、115系時代の上越線、水上北の列車に乗ってね、行ったことを覚えてますけれども、その登山の話は置いといてですね、今からですね、谷川岳パーキングエリアを出発すれば、関越トンネルがあります。関越トンネルというのはだいたい11キロぐらいかな、めちゃくちゃ長い、トンネルです。でそれを抜ければですね、雪国だったとかっていうなんか名言もありますけど、新潟県に入るということですね。ですから関越道路もですね、この谷川岳パーキングエリアがですね、群馬県最後の施設となって、次にある土樽というね、これ上越線の駅名でもありますけど、そういうパーキングエリアがあって、そこはもう新潟県所在ということになります。谷川岳パーキングエリア、案の定ですね、周りはもう何もなく、今映像に映っているのはもう真っ暗な暗闇だと思います。明るい時間になってもですね、多分ここら辺はね、真っ暗ではなく、もう緑に囲まれた、もう自然豊かなところだと思います。ってことで、今からトイレ休憩もしていきましょう。こういう深夜時間帯のですね、パーキングエリアとかサービスエリアっていうのは個人的にはお気に入りでね、とてもですね、そういったところも楽しみにしていつも高速道路とかに乗ったりしてます。自分は運転歴ってあんまりないんですけれども、ただ東名とか関越とか中央道とかは全てもう乗ったことがあるので、運転したことがありますので、関東地方のですね、代表的な高速道路はもうすでに、達成はしてるんじゃないかなというふうには思っています。あそこになんかよくわからないなんか水色ありますけど、はい、ってことでね、以前ですね、足柄というね、パーキングエリアがあります。足柄パーキングエリアですよね、東名高速道路で、あそこに行くとね、撮影禁止というね、シールが貼られてたんですけど、ここは特にそういったことはないのかな。はい、ってことでね、とてもいい感じの雰囲気ですね。でトイレがあってね、今から利用しますよ。とてもいい感じですね。はい、誰もいないですかね。別に誰かいても迷惑にならなければいいんですけど、
まあ、ここに交通情報の、地図がありますけれども、ここが本当に谷川岳ですね。JR 線で行けるその駅名もね、結構ありますよね。今ですね、この花園というね、ところから乗って、まあ、途中藤岡とか高崎のジャンクションを抜けて、そのまま北へ目指し、まあ、JR 線でいうと上越線ですね、そちらと並走するような形で、まあ、関越道が走っていて、まあ、それに沿う形で今ですね、この谷川岳パーキングエリアですね。でここにしっかりとね、県境が表示されてますけど、これを抜ければですね、土樽というパーキングエリアがあります。でそして湯沢とかですね、六日町とか、小出とかっていう駅名もこれ上越線にありますもんね。只見線と上越線と乗り換え駅ですね。まあ、そういったものを抜けて関越道の終点長岡まで至るということですね。これさっきの水なんですけど、これ面白いですよ。谷川の6年水とか6年水っていうものか分かんないですけど、この水は谷川山系の雪解け水が約6年を経て浸透したもので、軟水で癖がなく、お茶やコーヒーに最適、谷川岳から恵みとしてご利用くださいということで、これは飲料水なんですね。ですから先ほどもですね、まあ、このたくさんある水ですね、ここで出てますけれども、こちら側にもね、水がたくさん出てます。これ蛇口をひねれば水量が多く出てきてくれますけれども、自分で持ってきたペットボトルとかに入れてですね、まあ、多分車の中でまあ、コーヒーというか、まあ、今車の中でも湯沸かせますからね、あとは、まあ、お茶とかにしてね、まあ、飲んだりとか、するんでしょうね。結構いろんな使い方できるんじゃないでしょうかね。はい、ということでね、ここが、土樽パーキングエリアということなんですね。新潟県に入ってすぐの、パーキングエリアでございます。はい、ということで越後堀の内駅前に来ましたね。このまま進んでいきます。はい、ということで改めましておはようございます。分水駅近くのですね、まあ、分水橋梁というんでしたっけ、名前忘れましたけれども、あそこにある鉄道橋ですね。はい、見えますでしょうか。はい、ということでね、ここから撮影をしていきたいと思います。さっきですね、私が言ったこの水がたくさんあるというのはこれのことですね。たくさん、はい、はい、ということでね、めちゃくちゃいいところですね。あそこの橋梁にですね、信濃川分水橋梁というふうに書かれています。
はい、ということでね、午前の分水橋梁での撮影はこれで終わりです。これは1日目です。4日間続くので、この後明日明後日そして明後日と続いていきます。ちょっとねどうなるか分かりませんけれども、まあ、新潟のね115系すべて取り尽くすということが達成するためにはもうこうするしかないんですよね。ということで今からですね温泉に入ります。近くにある道の駅にあるこの手まりの湯というところですね。500円で確か入れますのでね、まあ、辺りはですね新潟らしい稲作も広がっていますけれども、まあ、それは置いといてですね、まあ、この4日間でね、まあ、こういうところにお世話になっていくのでね、積極的に温泉施設などは利用していきたいと思います。はい、ということでお風呂入ってきましたけどめちゃくちゃ気持ちよかったですね。500円で入れちゃうということでとてもね、お財布にも優しい素晴らしいところだと思いました。で一応ですね併設している形になっているのか知りませんけども道の駅ということなので、まあ、ちょっとですねもう深夜の0時からずっと車動かしているもしくは撮影をしているということでね、そろそろ仮眠を取らせていただこうかと思っております。ってことで次回の撮影はですね、まあ、おそらく 156M 156M ぐらいの時間になるかな、まあ、もしくは荒井快速、まあ、荒井快速はどこで撮ろうか今ちょっと迷ってるんですけども、まあ、そういったところをですね考えて起きながら、まあ、ちょっと今から仮眠に入りたいと思います。はい、ということでただいま時刻は11時41分まだお昼の時間帯ですけどもちょっと仮眠を取らせていただきます。まあ、2、3時間後ぐらいにですねまた起きて、まあ、活動再開する予定でございます。はい、ということでね再び戻ってきました。仮眠をしてですね15時過ぎに起きました。そして、時刻表とかを見たところですねちょうど15時47分ぐらいに吉田を出発する柏崎行きの115系列車があるということでね、あいにくの逆行なんですけれども今日ね晴れてくれたんですけどもちょっと今の時間帯逆行なんですけど、まあ、ここでちょっと115系の撮影していきたいと思います。今までにあったことない新しい色の115系だと思います。曇ったいいですね。曇りましたよ。いや申し訳ないけど逆光の時には曇ってくれるとありがたいですよね。まもなく列車が通過します。はい、ということでね、セブンイレブンに到着しました。まあちょっと店舗名は覚えていないというか知らないんですけれども、本日のですね夕食をこちらで買いたいと思っております。はい、ということでね、これが今日の夕飯ですかね。まあ、サラダクリームパンと、まあ、丼ですね。ちょっと丼とパンの組み合わせどうなんだと思うかもしれませんが、はい、ということでね道の駅くがみというふうに読みますね、到着しました。これでですね1日目の撮り鉄の旅は終了となります。でその奥にはですね温泉施設があります。21時まで最終入館時刻はその30分前だった記憶がありますけれども、まあ、先ほどお昼にですね入ってきました。とてもね気持ちよかったですね。はい、ということでこちら温泉がついているということでね、合わせておすすめしたいと思います。それではですね1日目はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。